黒魔術軍はドーマンの力を借り、久喜義孝を召喚。久喜は一時的に黒魔術軍の戦力として戦うこととなる。真田重雄氏の三好伊佐が新選組の前に現れ、同盟を持ちかけるが、土方歳三対伊佐の戦いとなる。死の谷にいるお市の方とスキピオヌ、そこに現れる黒魔術軍。黒魔術軍がスキピオヌを追い込むが、そこに魔界少女剣が乱入し、冥界軍に加勢する。さらにそこに魔界衆が現れ、黒魔術軍と共に撤退していくのであった。重衡の扉にいる里見八犬士たちと安成と鶴姫、そこに現れるルイス・フロイス・真田重雄氏たち。戦いの最中で里見八犬士の一人である犬田古文吾が現れる。犬坂家のが葵を切ったことをきっかけに、猿飛佐助が暴走し、敵味方関係なく襲い暴れ回る。そして混乱の中、安成が鶴姫をかばい佐助に刺される。風の里では滝夜叉と俵の淘汰は正門に会いに行くといい、それを止めようとする生命と高房との戦いが始まる。戦いを静観していた藤原の住友であったが、最後には滝夜叉を止めるため刀で刺す。しかしその住友を蜘蛛丸が切りつけ倒れるのである。